こんにちは、三間堂の村松です。今日のテーマはインソールについて。もしこれまでにインソールなんて意識をしたこともないよという方はもちろん、インソールを入れたことがあるけれどもそんなに効果を感じなかったよという方にも必見の内容となっています。ぜひ最後までご覧になってください。ではそんなインソールなんですけれども、チェックしたいポイントはたった一つです。それはしっかりとした硬さがあるかどうかです。よくありがちなパターンとしては、ふわふわとした履き心地のいいもの、要は足をつくと柔らかい感触のものを選ぼうとします。クッション性が高い方が衝撃を吸収してくれていいんじゃないのという声が聞こえてきそうですけれども、確かにそうですよね。クッション性があって足をついた時の衝撃を和らげてくれれば、足に優しいインソールと言えそうですよね。でもここで覚えておいていただきたいことは、足にはそもそもアーチという干渉作用があるということ。私たちの足にはこのようなアーチという衝撃を和らげる機構が存在しています。足をつくとこのようにアーチが崩れ、バネのように元に戻る。この動きで足をついた時の衝撃を和らげてくれています。この機構を最大限に活かすのであれば、インソールが柔らかいとね、足をついた時にアーチが崩れたところから元に戻る勢いが薄れてしまいますので、逆効果です。一見すると柔らかい方が衝撃を吸収という観点では良さそうですけれども、実は反対に本来の足のアーチの目的を存分に発揮できなくなってしまっている恐れがあります。またここでイメージしていただきたいのは、柔らかい足場の上を歩いているとします。確かにふわふわして心地よいかもしれませんが、そのままそこを歩き続けるとどうでしょうか。ふわふわしているということは足場が不安定とも言えますので、結果的には逆に疲れやすいというデメリットがあります。例えばトランポリンの上を歩いたらどうでしょうか。確かに足をついた時にはネットの部分がこう大きく伸びますので衝撃を吸収されます。けれども柔らかすぎて歩き回るのにはちょっとしんどいですよね。私たちは靴を履いたら歩き回るわけです。だからこそインソールを固めのものでね、足をしっかりと安定させてくれるものをお勧めしているというわけです。今ここに僕が普段使っているインソールを持ってきました。毎日のように使っているので、まあ汚れがありますけども、そこは勘弁してください。このインソール、ね、見てわかると思いますが、先の方はペラペラで、もうクッションは全くありません。かかとの方に行くと樹脂製のカップがついています。このカップがあることで足をしっかりとね、こう支えるような作りになっています。こちらは僕の大好きなね、ニューバランスが出しているインソール。この撮影用にね、先日購入したものなんですけれども、これもまたかかとの部分がこのようにね、硬くて足を支えてあげれるようになっています。もしこれからお持ちの靴にインソールを入れてみようという際にはね、この動画を参考に、このようなね、固めのインソール試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はですね、インソールを選ぶ際に意識すべきポイントについてお話をしました。インソールっていろんな種類があって、どれを選べばいいかよくわからないというね、声をよく聞くので、今回の動画を撮ってみました。もちろんインソールは硬さ以外にも見るべきポイントはいくつかあるんですけれども、まずはね、この硬さだけ気をつけてみると、大きな失敗はね、少ないんじゃないかなと思います。もし今回の動画が面白かったとか役に立ったという方は、グッドボタン、高評価をぜひお願いします。またね、コメントもしていただけると嬉しいです。またこの三間堂の YouTube チャンネルでは、コンセプトである100年使える体づくり、そのヒントとなる動画をたくさん配信していますので、チャンネル登録もぜひお願いします。では今日はこれで以上になります。失礼します。さよなら。